ゼロならパチンコで知ってる。いやこれさ、ちょこれさ、みんなに実はスイレー言わないといけないことがある。本当にみんなにいつ言おうって思ってたんですけど、ちょこれ今日言うわ、タイミングいいし。スイレー実は最近パチンコに行っていたんですよ人生初パチンコ店に入ってきたんですよ最近。やばくない？人生初。もうねすごいよ。友達に連れて行ってもらったんですけど、私一人だけめっちゃキャッキャしてた。パチンコ店入って、これがパチンコ、人がいっぱいいる、すごい、音がでかい、こんなに音でかいんですかって。耳栓した、あのねイヤホンした、音クソでかくてハマった。いや全然ハマってないです。全然ハマってないけど、ちなみに2万円がなくなりました。スミレの、ちなみにスミレの2万円がなくなりましたね。悔しいよ。俺の行き近いせよ、マジでしょがりされた。マジでパチンコに、マジでパチンコ店にしょがりされた。スミレ、いやあのねやっていたんですよ。もうね、何ですかあれ、何あれ、宝くじ、マジで全然当たらないんだけど。ビギナーズラックどこ。いやマジでビギナーズラックなんてもうマジでなかったよ。ちなみにただただ諭吉なくなってったけど、ちなみに連れてってくれた友達3人で行ったんですけど、友達5万取らせて全員で十何万とかして、みんなで泣きながら焼肉食べて帰った3人で十数万とかして、みんなでもうダメだよって言って、もうやめようこんなことはって言って泣きながら焼肉食べて帰りました、みんなで。えぐすぎや。今日はダメな日だった。友達もね、別にね下手とかじゃないと思うんですよ。もう勝ってる日はやぐりなんかめっちゃ勝ってるしね。でもなんか、いや今日は違ったって言ってた。もっと早くやめればよかったって。数万の焼肉食べたって思うと、まあええかって話して帰った。養分と申します。はい、そうですね、かがすみれと書いて養分と言います。本当にあのパチ屋にはたくさんすられました、全員で。すみれはもうちょっとねやってみようかなって思ったんですけど、すみれ今日はやめようみたいな、もうね多分今日は勝てないよって話になって、よし帰ろうかって焼肉食べて帰った。多分お前をこっちの世界に来てしまうって、5万とかしたいのかって言われて。でもすみれの2万円は虚空に消えてった。いやハマってはないけど、あのね違う、本当にハマってないですよ。別にハマってはないけど、負けたまま終われんのかっていう話だよね。そうなんですよ、負けたまま終われんのスミレって話で、終われねえよなこんな負けたままじゃね。スミレは今度リベンジしてきます。ハマってはないです。ただ金を吸い取られたまんま、あのパチンコ屋を去りたくない。スミレは稼いで帰りたい。悔しい。次行けば勝てる気がする。次行けば勝てるよ。これ昔の俺です。養分確定お前養分確定なされてる、これもしかして。違うんだって、違う、本当にハマってないから。本当にハマってないです。ハマってるんじゃなくて、負けたまま終わりたくないんですよ。そう、負けたまんまじゃ終われねえよなっていう、心の中のマイキーがここでお前ら終わんのって言ってんの。スミレにね、心のマイキーが言ってんの。終われねえよなーって言ってんの。行くしかないやん。次は勝つよスミレ、次は勝つ。みんなそう言いますバカじゃないもんスミレ、スミレバカじゃないもん。やめてよそうやってバカっていうの、偉いもん。うるさいよ。負け確定それまだ2万取り返してないって言ってずっとやるやつ違う、2万円パチンコにすられたら取り返さないといけないから、このまま引き下がりたくない。いや本当に勝つから。いやでもなんか先月は案件なかったけど、やっぱり案件とかするとお金をいただくわけじゃないですか。案件はですね、その案件代をパチンコにつぎ込むって、別にまあそんなね、頑張った分だけパチンコをやってみるっていう挑戦ですよ、これは。いわゆるもったいないお金ではなく、人生経験を今積んでいるわけで、かがすみれはパチンコ屋さんに行ったことがなかったので行ってみましょうっていう経験を今自分が働いた分のお金で味わっているわけであって、別に無駄なお金ではないし、まあやめて社会経験ね、これ。そのうち2万入れて1万来たら勝ちとか言いそういやだ。でもさ、なんか人生さ、経験ちょっとしてみたくないですか？自分がやったことないことしてみたいよね。みんなさ、キャバクラとか行ったことある？ちょっと行ってみたいんだよね、行ったことなくて。ホストとか行ったことないから、なんか、どういうトークされるんだろうみたいな、気にならん？ちょっと好奇心あるよな、そういうの。そう、一回でいいんだよね。そう、一回でいいから行ってみたさはある。ガールズバー楽しい。ガールバーも行ったことないです、実は。メイドカフェはある、行ったこと。スーちゃんやめれなさそうで怖い。
あのこれは本当に断言できるけど、まあ、ハマらないですね別に。スミレは大前提としてお金をあまりドンって使えないスミレは。だから高い金が発生するようなことしたくないんですよねあんまり。だからなんかパチもなんか経験で行ってみたいなーで行ったから、楽しいとかじゃないんだよな別に。めっちゃ楽しいっていうとこは行ってない。でも2万負けてます。いやいやいや、せっかく行こうってなった時にさ、なんか3000円溶かしたわとかさ、なんか違うやん、それは違うやん。なんか3000円溶かしたわ、ちょっとそんなパチンコって言うんですかって話ですよ。そうじゃないですか皆さん。違うんですよ、心の中の違い。やっぱりね、いやどうなんだろう、普段から行ってる人だと全然3000円とかでもおもれーよみたいな感じかもしれないけど、行ったことないからさ、行ったことなかったから変に憧れを持ってたわけですよそういう場所に。だからなんかそういうところは万負けてクソーっていうのがなんかそういうもんだと思ってたのそういうもんだと思ってたんですよ、なんか憧れみたいな。ゲームの課金は、ゲームの課金もあんまりしてないけど、まあ、バロラントとエーペックスはちょっとだけしてるかなって感じ。でもそんな何十万とかはしてない。ママに怒られない。いやママにまだね言ってない。これお母さんに言ってないんですよ、これまだ報告してない。なんか言われそうだから、なんでそんなとこ行ったのって怒られそうだから言ってない。ママに絶対ママ怒る。だってスミレがさ、スミレがバイトをクソやってる時さ、パチンコ店でさ、なんか女の人がするお仕事なんだっけ、バイトで玉買える仕事だっけ、なんだっけ、なんかあるよねバイトが。なんかそれの給料がクソ良かったんですよ。なんか給料がクソ良くて、ねお母さんこのバイトめっちゃ給料いいからやりたいって言ったらめちゃくちゃ怒られて、なんか半泣きになられて、お願いだからなんかパチンコでバイトはやめてほしいみたいな、パチンコには一生入らないでほしいみたいな言われてたから、ちょっとママにパチンコ屋さん行ったって話はできない。お母さんもうびっくりしすぎて死ぬかもしれんってほな客ならええかも思考が終わっとる客だったらええか、働いてないしな、やばすぎる。お母さんに言えないことしたの。そうだわ。え、待って、そう考えるとなんか胸痛だわ。スミレをママに言えないことしちゃったんだ、これ。悪い子かもしれない、もしかしたら。やば。お母さん見てる。やめて。ママ本当にね、ちょこちょこスミレの配信見てるらしいから、マジで怖い。聞いてませんように。聞いてませんように。今日仕事が忙しくありますように。お母さんの仕事が。暇でこの配信見てませんように。たまにね、配信のこういう会話聞いたよみたいなね、 LINE が来てね、うわっってなるんだよな、やばいこういうことしたのみたいな、楽しそうでいいねみたいな、なんかスミレが何々したみたいな話してるとね、なんで知ってるのって言ったら、え配信で見たよってママ普通に見てる時あるから怖いんだよな。大丈夫、 LINE 来てない、ちょっと LINE 確認するわ。じゃん大丈夫、岩のところ来てないね。切り抜いてスミレママ必見って名前にしないとやば、ピンポイントすぎるやろ見てほしい層がピンポイントすぎる。